皆さん、こんばんみー。さあ、久しぶりにストーリーの方進めていきたいと思います。ディルクを手に入れてから初めての配信ですね。さあ、では任務の方やっていきましょう。王女、とりあえずこいつをやっていかないと。いやあ、来たね。久しぶり。約束は果たしたよ。君たちを助けられる人、眼神の戦隊が七星によって隠されたという難題を解決してくれる人を見つけた。で、そいつはどこにいるんだ？瑠璃邸にいるのか？瑠璃って呼ぶのか。ああ、ついてきて。接待を、いや、この国でいう食事会というおもてなしを用意した。お？食事会。コース様、ようこそいらっしゃいました。個室をご用意いたしました。勝利様がお待ちしております。急展開な感じ。お、この人もイケメンですな。イケメンキャラどんどん出てくるね。どっちも強いんだろうな。紹介するよ。こちらは家業人で王城堂の家系勝利先生だ。先生、うん、リーウェイで王城堂のような仕事はどうしても家業人との商売を避けられないからね。俺たちファデュイはこういう影の下を歩くお友達と付き合うのが好きなんだよ。影の下を歩く。はじめまして。お前たちがモンドで活躍した噂を耳にしたことがある。有名人なのか。家業人、影、人を王女。あ、まさか王女堂っていうのは中村モンド的な必殺仕事人的な。そうだ、お前の想像通りだ。マジか。王女堂とは葬儀業者で、人々を安心して極楽浄土へと送り出すためにある。あらま。まさか勝利先生が殺し屋かと思ったのかな。ファデュイのお友達の中には確かに殺し屋はたくさんいるけど、王城堂は違うよ。少なくとも表向きはね。表向き？一応家業人だからね、詳細は言えない。とにかく君たちに紹介した理由は、俺ならお前たちに岩王帝君の戦隊に合わせられる。お？なんだって？なんだって？驚くことはないよ。天竺炎行幸の企みのせいで眼神の戦隊は隠されてしまったけど、まあまずは勝利先生の話を聞こう。岩王帝君は仙人たちの祖だが、仙人の一人だ。リーユへ数千年の歴史を見ていくと、仙人が去っていく傾向は紛れもない事実としてある。うん、なぜなら時代が変わったからだ。絶運の間を訪れた時、そういう変化をお前たちも感じただろう。おお、確かに仙人たちは離れている。見ての通り、仙人の時代は遠ざかりつつあり、人の時代こそが徐々に現実となりつつあるんだ。ほうほう。昔、仙人が去ると盛大な儀式が執り行われていた。それがリーユへの伝統だ。しかし今回の件については、七星までもがその伝統をないがしろにしている。見ていられない。なんせ神殺し事件だから。そうだよ、真犯人もまだ捕まってない。神殺し事件、それについて王城堂は気になどしていない。
王女堂が気にしているのは仙人を迎える迎仙儀式が盛大に行われている反面、去った仙人を送る送仙儀式が放置されている。旅人よ、孔子殿からお前のことを聞いた。お前は風神の友人なのだろう。俺と共に願心を送る儀式の準備をしてくれないか。準備を手伝ってもいい。賢明な判断だ。天智園行幸、彼女は帝君の戦隊を見ることを禁じた。無事七神を訪ねたいのなら、君にはこの方法しか残ってない。ふむふむ、その通りだ。操船儀式に参加することだけが眼神の体に合うことのできる唯一の機会だろう。それしか方法がないみたいだ。ああ、納得したのなら俺についてこい。詳細は歩きながら話そう。オッケー。よし、これで俺の橋渡しとしての役目は終わった。どう？なかなかの結果だろう。さあ、行くなら早くした方がいい。俺のことは気にしないで。ここで崇拝いただいて、ついでに箸の使い方でも練習してるから。来た。えい。旅人、神が去った城をその身で感じた後、リーウェという神のいる地を訪れ、お前はどう感じた？ああ、神のいる地には3700年の歴史がある。これは七国の中でも最も古い。そうなんや。操船儀式を準備する過程もお前の旅の一部となり、お前の見聞を広めることになるだろう、うん、リーウェは七国で最も繁栄している国であり、神の鎮座や七星の統治がある。それゆえファデュイの外交手段の多くはリーウェでは通用しない。七星の一人である行幸は常にファデュイを警戒している。おそらくそれこそ孔子が王城堂の力を借りた理由かもしれないな。うんうん。操船儀式は孔子にとって何のメリットがあるんだ？それは知らないし知りたくもない。俺にとってファデュイはあくまで資金援助をするだけの存在だ。俺の望みはリーウェの伝統が人々に忘れられないことにある。これは孔子が提供してくれた最初の資金だ。使い切ったら彼に報告してまた資金をもらうという。え、金くれるん？マジか。それは嬉しい。今金欠なんだよ。さあ行こう。儀式の準備の第一歩は神に釣り合う最高品質のヨドマリ石を見つけ出すことだ。ヨドマリ石。お客さん、海水港へようこそ。天然石で運試ししてみませんか？安くて面白い。その上人儲けできるかもしれませんよ。天然石？いらないよ。オイラたちは、なんて石だっけ？ヨドマリ石。品質は少なくとも食小級のものが必要だ。食小級のヨドマリ石。観光客ではなかったのですね。失礼しました。すぐにお持ちいたします。お、持ってんのか？マジか。え、もう手に入るの？こちらはいかがですか？海水港は老舗ですからね。この品質をご覧ください。まさに元王帝君の贈り物ですぞ。安心してお選びください。このヨドマリ石、三つとも確かに綺麗だ。貴重なものに間違いないだろうな。でも、どう選べばいいんだ？適当に選んで帰るか？先生、ご意見をお聞かせください。ん？俺が決めるのか？いいだろう。俺が決めてよいのなら、答えは簡単だ。お、答えは？全部もらうぞ。ありがとうございます。大盤振る舞い。さすがお客様、お目が高い。待て待て、店主、今のなし。もう少し話し合うから。
儀式に必要なのは一つだけだろ。全部買ったらモラを3倍無駄にするじゃないか。いや、2倍が正解だよ。モラ。確かにその問題は考えてなかった。俺のミスだ。金持ちの子なのか。買い物するならモラのことを考えるよな。何事もモラを考えなければならないなら、何事もモラに縛られることになる。あ？モラは生まれながらに貨幣だが、貨幣は生まれながらにモラではない。なんだ？金持ちだろうな、間違いなく。節約の必要がないほどお金を持ってるのか。動揺することはない。たとえモラに縛られても、制限された状況で問題を解決する方法はある。ヨドマリー氏品質の鑑定は確かに厄介だ。鉱石の品質に関わらず、その状態や色つや内部の模様に大した差は生まれないからな。ヨドマリー氏は器具によって成形された後にその品質の良し悪しが分かってくる。後になって店主に文句をつけても、お客さんの使った器具が良くなかった、火のコントロールが悪かったなどの理由でごまかされるのがよくある手だ。危なかった。こういうのに騙されやすいんだよな。しかし正しい鑑定方法はちゃんとある。知識があれば目利きは可能だ。人の指を持って月を指し、持って惑い物に示すに、惑い物は指を見て月を見ず。どういう意味だ？指で月を指すと賢い人は月を指していることを理解するが、そうでない人は指を見て月を見ないという意味だ。ほうほう、哲学的。模様、外面、これらは指だ。ヨドマリー氏は夜間の照明に使用される奇跡で、輝度の大事さこそが月となる。上質なヨドマリー氏は炎元素と相性がいい。すなわち高温の環境下で強く光り、青い鉱石こそが品質の良いものだ。上級国民決定。値千金に匹敵する玉石界隈の秘密をお前たちに教えたんだ。あとは実践してみろ。値千金。この先使う機会がなさそうなのが残念だ。店主、戻ってきたぞ。少し焼いてみたいから石を貸してくれ。焼く？いけませんよお客さん。焼かれたら売り物になりません。買わない。そんな、お客さん、もう少しお話ししましょうよ。買い物は話し合いからですよ。そうでしょ。こうしましょう。3つの石から少しサンプルを削ってお渡しします。今日あったのも何かの縁ですから、それくらいは負けておきますよ。安心してくれ、商売のルールは分かっている。いい功績だと分かったなら損させるようなことはしない。ではこちらがサンプルです。彫刻刀で削りました。番号もつけてあります。薄い。薄すぎだろ。紙より薄い。いや、虫の羽よりも薄いぞ。ほぼ透明じゃないか。技術すごい。どうもどうも。この石たちはみんなお宝ですから、優しくしてあげませんと。万が一削りすぎたらこちらが大損してしまいますからね。でもこんなに薄いと火で焼いたらすぐ灰になっちゃわないか。商人から利益を奪うことは空腹の狼に食ったばかりの肉を吐き出せと言ってるのと同じことだ。仕方がない。しかし条件さえ整えばこの白片でも十分問題ないだろう。どんな条件だ？炎で温度を上げながら水元素の力で石を守る。そうすればサンプルが一瞬で灰になることはない。おや？お客さん、そういった知識もお持ちとは助かります。先入観を交えずに論じただけだ。それに必ず買うという約束もせず、こちらはサンプルを要求している。これは実に不公平だ。リーユへの契約は公平こそが基本だからな。
じゃああとは実験できる場所を探さないと。万民堂か。そうだな、シャンリンがいないうちに。いや、あそこは人が多く、万が一元素反応が暴走したら民衆に害を及ぼしかねない。そういったリスクは極力負いたくないな。あ、思い出した、マットで見たんだ。ダダウカの谷のハウロウ族のヒルチャールがすごく大きな鍋を持ってたぞ。丈夫そうだったから、あれなら元素反応に耐えられるはずだ。サンプルを持って早速行ってみようぜ。おう、ガッテンデイ。いや、冒険者ランクが34に上がったぞ。キーン。博士、博士。星と深淵を目指す。オッケー、嬉しい。やったぜ。34。ふう。オッケー、頑張ろう。あともうちょっとだ。風の国に足を運ぶのは久しぶりだ。モンドの友人はリーユエに来るたびにダンディライオン種を持ってきてくれた。ボッカの城の名手はスメールの霊神蛇種よりもうまいと認めざるを得ない。大鍋を探す。あの鍋だ。あ、でもヒルチャールたちが使ってるみたいだな。ヒルチャールを倒してしまおう。少し申し訳ないけど、割り込ませてもらうしかないよな。判決を、判決を下す。答えなさい。強くなったね。OK、 とりあえず倒したと。さあ、この鍋でいいのかな。おお、近づくだけでよかったのか。スープがたんまり入ってるぞ。ヒルチ、このスープが水元素の代わりになるな。早速火をつけて実験を始めてみるか。オッケー。これでいいよな。オイラもサンプルの番号と位置を注意して見とくぞ。じゃあ始めよう。結果が出るまで炎元素で大鍋を加熱するんだ。光が強くて青い鉱石が上質なものだって勝利が言ってたよな。ちゃんと観察しろよ。ふっ。ほうほうほう。やあ、今の光って一番の湯のマリンシからだったよな。マジか、急に、どうした。またヒルチャールが来たぞ。さっきの光に引き寄せられたのか。邪魔すんじゃねえ。もうない。それと落としてしまえ。全滅させた。全滅したか。 OK。どこまで行けばいいの？マックスまで行けばいいの？大丈夫か？火炎よ、燃やし尽くせ。今の光は2番のヨドバリンシからだな。またヒルチャールが来た。しつこいぞ。ヒルチャールは食べ物を無駄にしたことをかなり怒ってるみたいだな。火炎よ、燃やし尽くせ。
倒した？倒したね。さあ。オッケー。すっごい眩しい。今のって3番のヨドマリ石からだよな。他の2つより段違いに明るいし、きっとこれだよな。さあ、海水溝に戻ってヨドマリ石を買いに行こうぜ。私に来たぞ。お帰りなさい。品物は取り置きしてありますよ。どれにいたします？3番。そうそう、オイラもこれだと思った。かしこまりました。お気に召されたようで何よりです。ああ、3番のヨドマリ石を一箱もらうぞ。かしこまりました。ところで、単なる好奇心ですが、お客さんはどうしてこれほど上質なヨドマリ石を必要とされているんですか？ああ、別に言っても支障はないから構わん。操船儀式の器具を作るためだ。操船？確かに噂は最近耳にしましたが、深く聞く勇気がなく信じておりませんでした。はあ、信じられません。今の海水溝は昔と比べて少し衰えましたが、うちは代々岩王帝君の加護を受けてきたんです。言い伝えによると、200年前に岩王帝君が城南を巡った際、道に迷ったことがあったそうで、もう過去のことですが、ああ、岩王帝君を送る儀式に使うものでした。お、半額？優しい。構いません。マジか、どうした？帝君の加護がなければ今の貿易の都はありませんでした。商人としてそれで儲けを得ようだなんて思えません。半額ってすごいね。天守、その気持ちきっと岩王帝君にも伝わるぞ。リーゆえ七世とたゆまぬ努力を続ける商人たちの協力あれば、きっとリーゆえは今まで通り繁栄し続けることができるだろう。だから元気を出して。ありがとうございます。どうしたものか、こんなに泣いてたら金運が逃げてしまいますね。選び終わったことだし、ヨドマリ石を持って。おい待て、半額にはなったけどただじゃないんだぞ。ああ、すまない、また支払いのことを忘れていた。どれ、うん、ない。何が？モラがない。恥ずかしながらまた手落ちがあった。どうする、結構な額だぞ。あ、そうだ、講師から資金をもらってたよな。よかった、足りるか店主に確認してもらおう。十分です。半額ならちょうどこれくらいになります。量足りてませんが問題ありません。お、なあ、モラの件が解決したならそれでいい。ヨドマリ石を玉境台に持っていくぞ。あそこで儀式を行う予定だ。おお、1モラも出してないくせによく言うよな。ああ、確かに必要だな。今後は俺も善処する。二人のおかげで助かった。オッケー、それでたどり着いたと。岩王帝君のご加護。ヨドマリ石をここに置いてくれ。すでに宝石の加工を請け負う職人を呼んである。後で儀式に必要な器具を作ってくれるはずだ。そういえば急いでいたからまだ講師に会えてないな。職人への支払いは、そうするしかないな。ところで、ここが操船儀式の会場になるのか？ああ、この場所を貸してもらい儀式の準備を行っている。
そうだ、同じ場所だ。これはリーウェ七世が黙認している。ここであんな大事件が起きたばかりなのに。あ、そういえばオイラたち容疑者だから戦艦軍には気をつけないと。でも絶雲の間から戻った後、戦艦軍に狙われることはなくなった気がする。一体どういうことなんだ。それとここに残っているガンオデイ君の体。伝統的な呼び方を用いれば先祖の亡骸だ。そうだ、その名前だ。勝利は何でも知ってるんだな。それで先祖の亡骸は七星に隠されてるんだよな。まだ犯人は分かってないんだろう。七星は犯人の心当たりがすでにあるようだ。もしくは犯人への手がかりを全て揃えたか。警察すぎる。そういうことは玉慶大の偉い奴らに任せておけ。彼らの心配をしてもただ悩みの種を増やすだけだぞ。儀式が行われるまで先祖の亡骸は一時的に黄金屋に保管されている。黄金屋って？リーウェ唯一の造幣局であり、テイワット唯一の造幣局でもある。七国で流通するモラは全てそこで作られているんだ。おお、いや別に悪いことなんてこれっぽっちも考えてないぞ。ただモラクスがいる場所にふさわしいなと思って。でもなんで勝利はそんなことを知ってるんだ。操船儀式は七星に黙認されている。いわば半ば公式の催しだ。だから俺も内部の事情に一部精通している。一体この儀式で何を。それぞれの目的があるのだろう。でもまあこの商業の都ではたまに人に利用されることも受け入れなければならない。契約の神が治めたリーゆえでは契約だけが裏切らない。契約以外のことは俺は特に気にしていない。さあそろそろ儀式に必要な高校の用意に取り掛かろう。高校？どこで手に入るんだ？店で買えるのか？いや、神へ捧げる高校を作るには芸商花が必要だ。その品質も特別なものが必要になる。芸商という名の花はその花弁が上等な繊維素材ゆえ絹織物に多く使用されている。その香りは清らかで上品な美しさがあり、神への貢ぎ物など厳粛な場にふさわしい代物だ。また勝利が上流階級の豆知識タイムに入った。詳細は割愛させてもらおう。まずは俺と共に商人から材料を買いに行くぞ。お、任務完了。芸商花？もちろんあるよ。どの種類をお探しで？種類？一番品質のいいやつがいいよな。芸商花ってそんなに種類があるのか？何も知らない他国の人間か。そんなことを聞くとは。金翼増強、山の花錦、式氷尾たる千円。この三種類の芸商花をそれぞれ一株見せてもらえないか。おお、お客さん玄人ですな。隣の二人は召使いでしょうか。召使いなら旦那様より先に口出ししない方がいいぞ。いや、会ったことあるよね。会ったこと。ああ、旅人さんでしたか。申し訳ない、先ほどは言葉が過ぎましたね。さあさあご覧ください。何か質問がありましたらぜひ遠慮なく。育った環境や交配状況によって芸商花の特徴は変わるが、店主が用意したものはどれもいい状態で保存されているな。例えばこの品種、枝が生い茂り風井が金の屋敷に隠された美人を思わせるこの様、緑の葉が長く育ち
その多くは水の条件が複雑な場所で成長する。そしてこっちだ、山の陰や湿気の多いところにある芸商花は花弁が大きく育ち、花蕊が密集しているため香りが濃くなり、まさに花錦の名にふさわしい。最後の品種は枝も葉も花も密度がかなり低く、花が咲く時の香りも淡いが一番長く持つ。個人が仙人の元を訪れるため山を登った時偶然見つけたものだ。しかし今となっては野生の芸商花の多くはリーユへの地理の変遷により絶滅している。そのため現在は人工栽培の方が多くなっているんだ。はあ、旦那は詳しいですな。私もそこまでは知りませんでした。たしなむ程度だ。こちらの旅人の方が侮れないぞ。いつか大陸を踏破するものになるだろう。そんなにすごくない。褒めすぎだぞ勝利。それでこの3種類の芸商花のうちどれを選べばいいんだ。店主、全部もらうぞ。出た、またか。芝居を見るときは一番人気の役者を選び、鳥を飼うときは貴重なガビチョウを選ぶ。それが人生というものだろう。だが今回3種類とも買うのは俺の人生の心情が理由ではない。知らないとは思うが、伝統によると品種の異なる芸商花をそれぞれ高校にし、七天神像の前に捧げることで岩王帝君が気に入ったものを選んでくれるそうだ。こういう古い時代のしきたりや一部複雑すぎる伝統は徐々に簡略化されていったがな。しかしこれは3700年間七神の一座に属してきた神の創選儀式だ。やはり伝統に従い高校を捧げることにしよう。ふん。それで、うん、モラは持っているか。貧乏なんです。またモラを持ってきてないのかよ勝利。お客さん、すみませんが一つお聞きしてもよろしいですか。これらの花は岩王帝君に捧げるものなのですか。ま、そうだけど。はあ、それなら早く言ってくださいよ。あの芸仙儀式の後、私も良くない噂をいろいろと聞きました。不吉なことは口にしたくないので割愛させてもらいますが、とにかく岩王帝君のことが心配で、あの噂が真実なのではないかと気が気じゃなかったのです。岩王帝君のためならお金は取れません。私からの気持ちということにさせてください。おお、すごい。ただか、いいのか。岩王帝君がいなかったら私みたいな一般人の住む場所などなかったのです。過去に岩王帝君が歌を作っていなければ、この芸商花だって重宝されることはありませんでした。へえ。今まで見聞きしてきたリーユへの風土や人情って神様が与えてきた恩恵の結果だったんだな。とにかく礼を言う。これで俺たちの憂いは一つ解消した。金を忘れてきた勝利のせいだろう。いえ、ほんの気持ちですよ。花は手に入れたけど、これをどうやって高校にするんだ。できれば高校を作れる職人を探したいが、俺の知り合いにそのような人物はいない。うん、勝利の友達はみんなお金持ちだろうしな。だから都市の中を探してきてもらえないか。普通の家庭の女性であれば作れるかもしれない。そういうことなら、いい香りのする女性を探せばいいんだよな。まあ悪くない仕事だ。七天神像の付近で待っている。高校ができたらそこで合流しよう。冒険者協会に作れる人がいるかもな。お、そうなんだ。嵐姉さんに聞いてみるか。確かリーユエ支部の会長だよな。ふん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 。アラシ姉さん、手伝ってほしいんだけど。悪いね、もう長いこと依頼は受けていないの。他の冒険者は当たってちょうだい。いきなり断るんかい。依頼を出すほどのことじゃないんだ。
ちょっとしたことだよ。え？そういうのを使うような人に見える？なんだか小馬鹿にされた気分。でも嵐姉さんから確かにいい匂いがするぞ。高校じゃないなら何の匂いだ？そう言われてみると確かに何か香るわね。あ、もしかしたら戻ってくるときに積んだ精神じゃない？ずっと持ち歩いてるのよ。精神ならいっぱい持ってるぞ。あ、そっか。嵐姉さんも花を摘んだりするんだな。薬に使うからよ。はい、この話は終わり。高校なら、キメに聞いてみたら？あの占い師のお姉さんだよな。うん、確かにいい匂いがしてたかも。じゃあ行ってくる。ありがとな。あら、何かご用かしら？なあ、ちょっと聞きたいんだけど。ごめんなさい。こんなにストレートに言われるとは思わなかったわ。でもあなたのことまだそんなによく知らないし。あ、普段高校を使ってるか聞きたいだけだけど。え高校なら使ってないわよ。化粧品に香りがついてるからそれで誤解させちゃったのかしら。普段は不当の付近でお店を出してるから、高校なんか使ったら下心ありありの船員どもが寄ってくるかもしれないでしょ。そうか、残念だ。でも高校といったらウグイスの手作り高校を知らないの？ウグイスって春紅葉のあのウグイス？そうよ。彼女の作る高校はお金持ちのお嬢さんたちに人気でね、彼女が作ったものは市販のものよりずっといいって聞いたわ。やった、情報ありがとう。これでまた一歩前進だな。もっと早く。いた。あら、やっと来た。待ちくたびれたわ。お、いいね、そのイントネーション。どうしてオイラたちが来るって分かったんだ？だよ、ええ匂いがする人を狙っとる二人組がおるって聞いてな。すごいな、噂って怖いですな。なかなか来へんから心配したんよ。ある意味、うちの魅力に対する試練やろ。狙っている？なんか、オイラたち変質者みたいになってないか？噂が噂を読んでどんどん膨れ上がっとるよ。言葉は気ぃつけて使わんと。でも安心し、効果を作ってほしくて来たんやろ。どんなものがええ？いっぺんに三つも作らなあかんの？若いのに意外と欲張りやね。まさか噂ってほんまなん？高校を送る相手を探しとるって。切羽詰まって言い訳しようとしとん？たとえ神さん相手でもこんな種類いらんやろ。嘘が見え見えやよ。なあ、この伝統は忘れられて長いって勝利が言ってたな。とにかく恋はしたもの勝ちとも言うやない。あんたが間違っとるなんて誰も言わんよ。何言ってるんだ？はいはい、ほな作ります。その代わり助手をお願い。高校を使っとる間はうちだけ見なさいよ。分かった。どこで高校を作ればええかしら。どこやそれ？ムンド？高校を作るだけなんやし、そこまで行かんでええやろ。また二択間違った。そうやね、この近くやったらバンビン堂のキッチンがええかも。ウー師匠に言っといたわ。そろそろ始めましょか。責任の準備はできたやろか。思わせぶり。助手としての責任やよ。うちが準備しとる間にまずは水汲んできてくれへん？自分のことうちっていうのいいよね。これ？
はい、組んだよ。さすが異友人。縁かいこれね。水質はぼちぼちやね。次は合成台で原生花からオイルを抽出しようか。高校の作り方は錬金術とはだいぶ違うんよ。こんな感じに優しく杵を握って手のひらをぴったりくっつけた方が滑りにくくなってええよ。あとはあんたの慣れたリズムでやったらええわ。芸生花の水分が、へえ、やっぱ素質あるわ。すぐ理解しはった。ほんなら材料持って近くの合成台でやってみましょか。3種類とも作るんよ。オイルの段階やと見た目がかなり似とるけど、高校ができたら違う箱に入れてるから。合成、お、ゼロ。合成、あ、これだけでいいの？ OK、できた。できたでー。うん、ええ芸商花やね。残すは一番肝心な工程よ。さっきの水の中に入れて水分が蒸発するまで弱火で煮るんよ。この時の火加減がほんまに大事よ。強すぎたら香りに影響出てまう。火加減のコントロールに注意してな。これが最後の仕上げやから、芸生花の水分が一滴も残らんようしっかりな。よし、無事に3種類とも高校ができたわ。ええ仕事っぷりやったよ助手さん。あんたって心の思いのまま努力できる人なんやね。貴重やわ。あら、うちが適当言ったこと覚えててくれたん？想像よりええ人やね。気ぃつけな、うちまであんたの虜になってしまいそう。さて、それぞれの高校について紹介してあげるわ。タイプの子に合わせてプレゼントするんよ。けしからんけど、一応聞いておこう。一つ目はな、甘くて夢にあふれた感じ、若い女の子が好きな香りやね。二つ目は高貴なイメージがあって、お金持ちのお嬢さんが気に入ってくれるはずやわ。最後のは優しい香りやけど長持ち、ほんのりスモーキーさを感じさせる大人の女性に受けがええと思うよ。ちゃんと覚えと、間違ったら大変やよ。やらしい。うちに手伝ってほしいことはこれでおしまいやな。ほんなら最後にある言葉をあんたにプレゼントするわ。三またするんやったら、まずどこから着手すべきかよく考えなさいよ。時間あったらまた春光用においでな。これで3種類の高校が手に入ったし、早く七天神像に行こう。勝利が待ってるぞ。いたね。ほい、勝利、高校を持ってきたぞ。勝利、心臓に向かってぼーっとしてるな。長いこと待たせすぎたのかな。ああ、来たか。そんなには待ってない。心臓に刻まれた岩王帝君の守衛と比べればほんの一瞬だ。人と彫像を比べちゃダメだろ。それもそうか。どうだ、高校はできたのか。おう、三つとも高校にしてきたぞ。ご苦労だった。順番に捧げてみよう。一つ目は甘くて夢にあふれた感じ、
若い女の子が好きな香りだってウグイスが言ってたな。二つ目は高貴なイメージ、お金持ちのお嬢さんのお気に入りだって。三つ目は優しい香りだけど長持ち、ほんのり、なんとかかんとか大人の女性に受けがいいって。あれ、今のって、あれって大人の女性に受けがいいやつだよな。まさか漢王帝君って本当はお姉さん？そうかもしれないな。漢王帝君の化身は数多く存在する。その中の一つかもしれない。巨大な竜の姿しか見たことなくて残念だな。それにリーユエ七世が早く真犯人を捕まえてくれるといいんだけど。それは偉い奴らに任せておこう。俺たちは岩王帝君へ送る品の準備に集中するんだ。これでまた一つ準備が終わったな。次は何だ？次は俺の代わりに先人の鈴を借りてきてほしい。先人の鈴？先人の鈴を保管しているのは俺の友人でピンバーヤという人だ。彼女は玉境台周辺にいる。誰かに聞けばわかるはずだ。おお、でも勝利は一緒に行かないのか？なあ、ちょっと事情があってな。代わりに頼む。ほう、なんだか勝利の様子が少し変だな。オッケー、なんか雑用を頼まれてるだけみたいな感じでしたが、とりあえず今回はここまでにしときましょうかね。はい、今じゃあまた続きもやろうと思うので、またよろしくお願いします。それではまたね、バイバーイ。